いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。今回はユニクロのアプリの使い方を見ていきたいと思います。今や衣料品店として欠かせない存在となったユニクロですが、やはりスマホアプリも非常に多くの方に利用されています。20代、40代、60代の年代別に利用しているアプリをアンケートした調査においては、なんと全世代でトップ20以内にユニクロのアプリがランクインするほどの人気となっています。誰でも簡単に利用できますので、ぜひ試してみてください。私たちスマホのコンシェルジュのチャンネルでは、スマートフォンの操作方法に関して、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説しております。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ユニクロのアプリは通常のアプリと同様 iPhone、Android 対応でそれぞれのアプリストアにてダウンロード、インストールすることができます。ユニクロの実店舗にてアプリ会員限定価格で販売されている商品を購入する際にはレジでこのアプリをスキャンする必要があります。また、ユニクロのオンラインショッピングができたり、商品の店舗ごとの在庫を調べることができたりと、ユニクロでの買い物を全体的にレベルアップしてくれるアプリです。アプリをインストールしたら、会員登録も簡単ですので済ませてしまいましょう。アプリを起動した後、新規会員登録、ログインと進みます。ログイン画面が出てきますが、まだ会員登録が完了していませんので、まずは右上、新規会員登録と進みます。こちらから会員登録を行うことができます。入力項目に特に珍しいものはございません。まずはメールアドレスを入力します。次にパスワードを決めます。新規登録ですので、ここで新しくパスワードを決めるという意味です。続いて、郵便番号、生年月日、性別を入力します。生年月日の入力欄は、西暦からの年月日をそのまま8桁で入力してください。例えば、1970年1月23日生まれという方は、19700123と入力します。年、月、日の境目には、スラッシュが自動で入力されます。よく見る形式ですので、慣れておきましょう。その下にはメールマガジンのチェックボックスがございます。こうしたメールマガジンのチェックボックスは、ほとんどの場合、あらかじめチェックが入った状態になっています。チェックを入れたまま登録すると、キャンペーンなどのお知らせのメールが届くようになります。こうしたメールが多すぎて困るという方は、忘れずにタップしてチェックを外しておきましょう。あとは利用規約に同意。確認画面へと進みます。続いてはメールアドレスの認証です。入力されたメールアドレスに誤りや不正がないかを確認する工程です。入力したメールアドレス宛てにユニクロからメールが1通届きます。そのメールに書かれた6桁のコードを再度このアプリに入力することで、メールアドレスが正しく自身のものであるということが認証されます。認証コードを送るとタップします。するとすぐにこのようなメールが送られてきますので、アプリを閉じてメールを開いてみます。再度ユニクロアプリを開き、メールに記載されたコードをこちらに入力して会員登録が完了となります。こちらがこのアプリのホーム画面です。上部に検索バーが用意されていて、商品の検索が可能です。画面の下側には様々なメニューのボタンが並んでいて、他のアプリでもよく見られる一般的な画面構成となっています。下のメニューの各ボタンを押すと、その機能の画面に遷移します。レジで提示する会員証のボタンなどもこちらに格納されています。ではまずは実店舗で買い物をするときに会員証を提示する方法を見ておきましょう。会員証を提示することで一部商品をアプリ会員限定価格で購入できたり、アプリに購入履歴を残すことができるようになります。画面右下、会員証ボタンをタップすると QR コードが表示されます。この QR コードを店舗のレジでスキャンすることで会員証の提示が完了します。続いて、お店へ行く前に在庫を確認したり、商品の取り置きを頼むといった実店舗をより便利に活用する方法を見ていきましょう。まずはお店の在庫をアプリから確認する方法を見ておきましょう。ひとまずアプリ上で何か商品を探してみます。商品を探すときは上部の検索バーで何かキーワードを入力してもいいですし、こちらのメニューバーから、まずは女性用、男性用といったくくりで商品を絞り込むことも可能です。完全に狙いの商品が決まっている場合は上の検索バー。いろんな商品を見ながら決めたい場合はカテゴリーから進みましょう。では何か適当に商品をタップしてみます。すると、その商品の詳細ページが開きます。少し下にスクロールすると、色やサイズを選ぶことができます。また、ズボンの場合は、股下の補正などもこちらで設定しておくことが可能ですので、このままオンラインショッピングで注文するときにも便利です。さらに下に進むと、カートに入れるというボタンが出てきます。こちらはそのままオンラインショッピングで購入する場合にこちらから進んでいきます。今回注目したいのはその下の店舗在庫状況というところです。こちらでは近郊の店舗におけるこの商品の在庫状況を簡単に紹介することができます。位置情報へのアクセスを許可していない場合は位置情報へのアクセスを許可する必要がありますので位置情報を使うとタップします。使用を許可すると、このように近隣店舗の在庫状況が表示されます。さらに、他の店舗の在庫を確認するというボタンをタップしてみると、その他の近い店舗の在庫状況を一覧表示してくれます。店舗によって、目当ての商品が切れている場合もありますので、目的の商品が決まっている場合は、こちらをチェックしてから来店するようにしましょう。また、一部店舗にはこのように、オーダー&ピックというアイコンがついています。これは商品の取り置きをお願いできる機能です。オーダー&ピックのボタンをタップすると、指定した店舗での受け取り手続きに進みます。カートに入れると進み、次の画面でカートを見るをタップします。次の画面では会計の内容が表示されます。よろしければ購入手続きへというボタンを押しましょう。また、こちらにクーポンをセットする項目もございますので、クーポンをお持ちの場合は、こちらで利用するクーポンの選択ボタンをタップ、適用とタップすると、クーポンがセットされます。支払いは、店頭で現金で払うのではなく、あらかじめクレジットカードでの支払いとなります。カード情報を入力し、注文すると進み、注文完了です。その後の手順としては、準備ができるとその旨のメールが届きます。最短2時間で用意されるとのことです。あとはメールに記載されている注文番号を店舗のサービスカウンターに伝えて商品を受け取るという流れになっています。ネットショップでそのまま買ってしまうのも楽ですが、送料が発生しない点や当日中に手に入れることもできる点など、近くに店舗のある方にとっては大変便利な方法となっています。では続いて、下のメニューにあるスキャンのボタンの役割を見てみたいと思います。こちらは商品バーコードをスキャンすることで、他のサイズや色などの在庫を確認するときなどに利用します。アプリのスキャンボタンをタップするとカメラが起動します。そのまま商品タグの QR コードを画面内に収めてみましょう。シャッターボタンなどは押す必要はありません。すると、一瞬でその商品の商品ページが表示されるようになっています。この機能は、店内で気になったものをスキャンすることで、サイズ違いや色違いの在庫を把握する際などに利用します。前述した通り、商品ページからは他店舗の在庫状況なども確認することができます。その他、アプリの便利なポイントをいくつか確認しておきましょう。アプリでは、商品ページで詳細な説明が閲覧できますが、その中には、購入者による口コミ、レビューの欄がございます。ここで利用者の感想を見ることができますので、購入の参考にしましょう。Amazon や食べログといったサイトと同様、星5つや4つといった高評価のレビューだけでなく、星1つや2つの辛口評価をつけているレビューも確信をついた意見が見られますので、その辺もきちんとチェックしてみるのがおすすめです。続いて、サイズ選択ボタンの下、小さく自分に合うサイズを確認するというボタンがございます。タップすると適正サイズを導き出すための簡単な質問がいくつか始まります。まずは身長と体重を入力し次へと進みます。商品にもよりますが、体型の様子なども選ぶことができるようになっていて、自分のお腹の形や胸元の形なども選ぶことになります。その後、年齢を選択します。また、ぴったりめに着たいのか、ゆったりめに着たいのかといった自分の好みの着用感も選ぶことができます。すると、このようにおすすめサイズがパーセンテージで表示されます。このパーセンテージは、似た体型の方が購入したサイズを元に算出しているとのことです。ちなみに、この画面では L サイズは在庫がありませんと表示されていますが、商品ページに戻るときちんと在庫はあるようです。画面ごとにちょっとしたズレが起こる場合があるのかもしれません。最後に新機能のユニクロペイについても見ておきましょう。ユニクロペイとは、ユニクロアプリに搭載された独自の支払い手段で、ユニクロペイに支払い方法としてクレジットカードまたは銀行口座を登録しておくと、店舗での支払いがスマホをかざすだけで完結できるようになります。設定方法を見てみましょう。会員証画面からユニクロペイの登録ボタンをタップすると設定が始まります。利用規約に同意すると、電話番号認証が始まります。電話番号を入力し、送られてきた SMS に書かれた番号を再度画面に入力しましょう。続いて、支払い方法を設定します。銀行口座もしくはクレジットカードを登録することが可能です。今回、私の方では、クレジットカードを登録してみました。カード番号を登録すると、たったこれだけでユニクロペイが利用できるようになりました。店舗のレジの会計時、支払い方法を選択する画面がございますので、その際にユニクロペイと選択するだけで支払いを完了できるようになります。今のところ特にポイントや割引といったサービスはなく、会計の迅速化に重きを置いた設計のようですので、何か大きなキャンペーンが打たれた時などに始めてみるのも手かと思います。当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いただけると幸いです。それでは次の動画でもよろしくお願いいたします。